暑いと思いますけど、ちょっと暑いなと思います。邪魔したくないと思います。それもと思って、持つものなんですね。一応、野立てで、ので立てるので、その、まあ、ね、茶碗の座布団みたいなのを乗せてお出しするという茶箱に行ってまいります。結構暑いと思います。心して。まあそうですね、ちょっと。ちょっと暑いですね。まあ、火をちょっと止めていたんですけど、それでもまだ暑いですね。鉄瓶ですね。これはね、南部の、すごい。じゃあ、参加しますね。はい。抹茶ふるいが、抹茶をふるうやつなんですけど、夏目っていってこう茶を入れたやつに何か大きさが近いので、確かにこれを私はふるったまんまこう夏目として扱ってるんですけど、このステンレスのなんか抹茶ふるい感っていうのはこれ結構美しかったので、そうなんですね。これがこのステンレス茶箱の段。なるほど、はあ、これはいわゆるマドラーっていうか、確かになんですか、茶杓とほぼ同じサイズなので、ステンレスで揃えてったんですけど、これだけはどうしてもステンレスのなんていうんですかね、泡立て器みたいなちっちゃいのがあるんですけど、やっぱり茶碗を傷つけちゃう。そうですよね。やはりこの竹が、これだけはどうしてもステンレスのものに控えられなかった。なるほど。すごいメタリックに見えますけどね。そうですね。やっぱ竹で泡なんか立てた方が美味しいそうな感じがするけど。昔からあるものでいいものっていうのはやっぱりこう良さがね、いつまでたっても、まあ、ある意味普遍的なんですよね、この茶筅というのは。ここは映像は何を選手にしているの？今ここに流れてる音を拾ってやってます。ある意味こう誰が作ったものでもない、この空間に流れてる音をこういう形で映像化して出しています。私が作ったものではないので、その時々のじゃあ会話で映像が変わってくる。でこの朝一番の席っていうのは割と静かなんですけど、奥でクックロールさんっていう影絵の上映をするんですけど、その時は音楽も流れてきて結構騒がしいんですね。この映像も今はこう割とおとなしめなんですけど、もっとそのエキサイティングな。あ、そうなんですか。へぇ、そうなんだ。見せて騒いでみる。確かに。静かになると暗くなる。この波形がそうなんですよね。割と今ね、おとなしめな。はい。失礼します。
結構きついですよね。こんなにね正座すること最近ないですよね。皆さん頑張って外部しびれて、うん、歩けない。しびれますよね。もうしびれてますよ。草加さんあれ一日中正座してるんですよね。いや私はだからあの2回、うん、2回の手前なんで。あそうなんですか。あとはお茶の先生、うん、あそうなんですか。やるんで、ね、私は1回だいたい30分ぐらいですから、ねうんはい、1時間、まあ、それが限度ですね、うん、なるほど。それ以上やると多分私もしびれて、うん、そのジーパンだとあれですよね。ちょっと血液がこう流れやすくなって、しびれやすいんですよね。立ったと気をつけないと。そうですね。試験としては、昔は正座強かったんですけど、全然ダメですね。慣れのもの。しまい付けをさせていただきます。これで終わらないで、どんどん最後までこう、うん、しまうところまでやって、ね、一応お茶会の終わりになる、うん、これからちょっとさせました。立ってますね、今年。ドレスアップのやつなんですけど、それに中にもう一個こういうの仕込んで、うん、ああそうなんだ。へえ。ぴったりだったの。ぴったり入るように。すごい。その改造楽しそうですね、そういうやつ。そういうことか。こういう。アナログ的なところがある。スプリングでもついてるのかな。さっきのね。天井が開くのも、私が裏でこう開けてアナログ的な部分いやいやいや、そこがいい。この韓国街的なのは最初からもこのコンセプトで決めてらっしゃる。それはね、後で、あ、そうだと、ね、はじめはもうこの天井なしで、はい、もう映像ほら、こういうふうに投影するから、うん、天井なしでやろうかなと思ってたんですけど、うん、やっぱりその2畳のタイヤの空間、うん、これ天井の高さ、さっき入ってもらった時は、はい、タイヤのその寸法と同じで天井を作ってるんですよ、うん、でそれも体験していただきたかったので、うん、この開閉式の天井を私は後で、そうで思いついて、まあ、作りながらこうなんか少し変わっていくっていうのは、うんうね、アートで結構あるようになって、草加さん、お茶のキャリアすごい長いんですか？私はですね、うん、お茶は1ヶ月え、そうなんですか？本当にっていうか、本当はこれ手前をやる予定なかったんですよ。私裏方が好きだから、はい、裏方に徹したかったんですけど、はい、やっぱり1日7席、うん、お茶の先生が1人で、そうですよね、やなさると、うん、おそらく大変だろうと。確かに。じゃあ2回だけ私がちょっとやらせていただいて、今一応こう、お稽古、はい、1ヶ月積んだんですけど、ね、元くん布の畳み方とか。そうですね、1ヶ月前はこれも知らなかったぐらい、うんうん、なるほど、すごい。間違えてる部分も結構するんですね。うちら分からないですよね。全然分かりません。分かんないですよね。これちょっと使いにくいから今度また考えて新しいのになるほどしますね。
の電磁気もこういうものに専用で使うようなものですか。そうですね、電熱コンロもね、うん、こういうところほら火が使えないじゃないですか、うんうん、だいたいもう電熱器ですね、うん、で本当のっていうかタイヤルというのは、はい、ここに炉があるんですね、炉が切ってあって、うん、ここでやるんで、ただもう今はね、電気の時代だから炉は切らずに、この電熱コンロで、やっぱりやつが安いですよね。そうですね、